回デジタル進化生物セミナーを始めます。東北大学の佐藤光彦です。今回コメント読み等を東京大学の本木香織さんに担当していただきます。よろしくお願いします。今日は、東京工業大学の大林隆道さんに、バクテリアの、染色体倍数性進化を考えるというタイトルでお話しいただきます。大林さんは、東京農業大学で学位取られた後に遺伝研や理研で研究員をされて、現在は東工大の科学技術創生研究員で特任助教されていて、他にも理研や東大などにも所属されています。僕が前に微生物関係の学会に参加した時にその発表をお聞きして、すごく目新しくてすごい進化っぽいなと思って、ちょっとぜひお呼びしたいと思って、ちょっと今回お願いするに至りました。僕も何年かぶりに聞くお話になるので、まあ、そこからの発展なんかもとても楽しみにしています。それではよろしくお願いします。東工大の大林です。よろしくお願いします。ちょっとざっくりこんなタイトルで、話をしたいと思います。簡単に先ほど佐藤さんから、自己紹介してもらったんです。紹介してもらったんですけど、まあ、簡単に東京農大で、学位取って2年間ポスドクして、でその後宮城島さんラボで、遺伝研に行って、3年間。で、その後、古澤さんのラボで、遺伝の基礎特研で、1年ちょっとですね、行って、で、去年の8月から、東工大の田中先生のラボで、特任助教で、呼んでもらって、研究してます。まあ、ほとんど、ずっと藻類の、シアノバクテリアを用いて研究してきて、まあ、ほとんどテーマ持ち込みでやらせてもらったので、あんまりテーマ変えてますね。で、今日は、まあ、ざっくり背景を話した後に、まあ、二つの、観点からその倍数性っていうのを考えてみたいと思います。で、まあ、今の研究のモチベーションとしては、まあ、僕、ずっと細胞内共生に興味があって、そのバクテリアの視点から細胞内共生考えたいなとずっと思ってて、宮城島さんのとこに行って、少し研究してたんですけど、まあ、共生ってのは最初捕食と、食べられる側と食べられない、食べる側の関係で、こんな感じで、消化されてっていう捕食の関係だったのが、まあ、だんだん、その中に保てるよね。で、任意共生の関係から、まあ、絶対共生になったというふうに今は言われています。で、その中で、まあ、どんなバクテリアでも共生できたのかっていうのが一番僕が興味あるところで、あとどんなバクテリアでも、こう、葉緑体とかミトコンドリアのようなオルガネラになったのか。で、まあ、細胞内共生って結構ビッグなイベントで、共生した後にゲノムリダクションなどで、宿主側が制御できるような、進化をするわけですが、こういう結構大規模な進化っていうのは、どんなバクテリアでも耐えられたのかとか、そういうところにも興味があります。やっぱり、シアノバクテリア使ってて、葉緑体の起源っていうのはシアノバクテリアってよく知られてますが、それは単系統であったというふうに今言われていて、どういうことかというと、一回しか、葉緑体の起源は一つで、一回しか起きてない。だから、やっぱりどんなバクテリアでも、共生できたわけではないのかなというふうに思いますが、まあ、この辺は全然分かってないということがあって、まあ、なんかこういうバクテリアの視点からその共生みたいなのを考えたいなというふうに思って研究しています。で、僕が着目しているのは、まあ、ゲノム、タイトルにもある通り、ゲノムの倍数化っていうのにちょっと着目していろいろやってるんですが、まあ、これは石川先生のところの仕事で、まあ、ほとんどこのぐらいしか多分仕事が共生菌の、ゲノムの倍数性っていうのをちゃんと調べた研究ないと思うんですが、まあ、細胞内共生菌っていうのは一つの細胞の中にゲノムがいっぱいあるっていうことが知られていて、まあ、これだと100コピーとか200コピーぐらいあるんですね。ブフネラですが。で、こっちの仕事だと、まあ、デジタル PCR とかを使って、まあ、800ぐらいあるって言われてますが、これは本当かどうかはわかんない。まあそういうふうに言われてます。だから数百コピー一つの細胞の中に、同じゲノムがあるというふうに言われて、単純になんでこれあるんだろうっていうふうに、いつも疑問に持って、やっています。まあ、だからこういうふうに多くの共生細菌に見られるようなそのゲノムの倍数化っていうのが、その細胞内共生する上でどれだけ大事だったのか、
っていうことをちょっと考えたいなというふうに思っています。ただ、やっぱり細胞内共生って遺伝学もできないですし、扱うの難しいので、なんかフリーリビングにできればいいなということで、シアノバクテリアを使っている。で、先ほどから倍数化って言ってるんですが、ちょっと馴染みない方いるかもしれませんが、大腸菌とかはこういうふうに、一つの細胞の中に一つのゲノムしか持たない一倍体ですね。まあ、よく知られているモデルバクテリア。ただ中には、この倍数体と呼ばれるような一つの細胞の中に複数コピーの同じゲノムを持つような生物も、バクテリアもいます。でそれは、まあ、シアノだけじゃなくて、デノコッカスとか、高熱菌とか、あとは古細菌とかにもよく見られる現象で知られています。あと、やっぱり特徴的なミトコンドリアとか葉緑体っていうのは一つのオルガネルあたり、数百コピーからもう1万コピーとか、数十万コピー持つというふうにも言われています。まあ、だからこういうふうに共生、寄生細菌とか、葉緑体とかミトコンドリアのオルガネラに、共通して見られる、この複数コピーゲノムですね。ゲノムの倍数性というのは、そもそもなぜ倍数化するのか。まあ、これはメカニズムにおいてですけど、どういうメカニズムで倍数化しているのかとか、この倍数化するゲノムの倍数化の意義、生物学的意義っていうのはほとんど分かっていないのが現状です。まあ、こういうクエスチョンのもと、まあ、シアノバクテリアを用いて、そっか。もう一つ、まあ、普通に考えれば、生育するんだったらこっちの方が絶対いいんですね。ゲノムをいっぱい増やさなくていいから。まあ、コストがやっぱりこっちの方が少なくて済むので、多分成長に特化するんだったら自媒体の方が有利だろうと。わざわざこんなにコストをかけてまで、ゲノムをいっぱい増やす意味っていうのは本当によくわからないな、というふうに思ってます。だからなんで、やっぱその意義っていうのは何なのかっていうのはよくわからない。それを知るためにシアノバクテリアっていうの系統を用いてるんですが、シアノバクテリア結構良くていいなと思ってるんですが、まあ、こういうふうな一倍体から、まあ、3つぐらい持つ、そのゲノムの倍数性が少ないものから10コピー以上持つような、フリーリビングのシアノバクテリアもいて、で、さらには現存する共生シアノバクテリアっていうのも、いろんなところで見られます。もう今、シアノバクテリア共生してるような。絶対共生のシアノバクテリアも存在しますし、さらに葉緑体の、まあ、祖先なので、こういう進化チップを見ても、全部現存しているので、やっぱ進化を考える上で非常にいいモデルだな、というふうに思っています。で、まあ、僕がやってるのは、なぜ倍数化するのか。これ、ゲノムの複製に着目してやっていて、で、もう一つは、その生物学的意義は、今やってるのは進化可能性に着目してやっています。今日はこの2番目の話はちょっとまだアンプアブなんで話さないんですけど、1番の話を中心に、今日は紹介したいと思います。で、いいですかね。じゃあまず、1つ目の話で、そのゲノムの、バイスゲノムの複製維持機構からその進化的背景を考えるいで話します。で、バックグラウンドとして、ゲノムの倍数性生物に見られる特徴は、まあ、いくつかの種で観察されていて、アーキアとか含めてですね、観察されていて、その、一番の特徴は倍数性のバクテリアは、その細胞の大きさと、そのゲノムの数に性の相関性があるということが、知られています。まあ、観察ベースですね。どういうことかというと、小さい細胞は少なくて、大きい細胞だといっぱい持つ。まあ、なんか当たり前のように見えますが、ちゃんと性に相関していると。で、やっぱそうすると、その細胞の大きさに対してゲノムの数っていうのは、まあ、ある程度制御されているように見えるんですね。だから、これはどうやって制御されているのかっていうのを、知れば、倍数化っていうのはどうやって起きるのかっていうのは、なんとなく理解できるんじゃないかっていうことで、この相関性が、どういうメカニズムで、こういう相関性を保っているのかっていうのを、一つ研究しました。で、まあ、まず一つ目のクエスチョンとして、まあ、こんだけいっぱいあるんですが、これをどうやって複製しているのか、ということを確かめるために、その複製しているゲノムをラベルして、観察してみると。そうすると、これ、興味深いんですが、これは染色体を示していますが、一つの細胞の中にいっぱい染色体をこれ持ってるんですが、複製しているゲノムは一つしかないと。で、これは、シングルストランドバインディングプロテインという SSP に GFP をつけて複製中のゲノムを、ラベルしてます。そうすると、まあ、ほとんどの細胞で1個しか複製されてない。だから全部一斉に複製するわけじゃなくて、一
つ一つ複製されてるんだっていうことがわかります。で、こういうことが見えてきたので、じゃあこういう複製されるゲノムの数っていうのはちゃんと制御されているのかっていうことを次に、検証しました。で、そもそもバクテリアのゲノムの複製っていうのは主に、複製の開始段階で制御します。だから始めるところでほとんどの制御がそこにかかってきます。で、1倍体の大腸菌とかでよく調べられているので、1個のゲノムが2つに増えて、分配されて、娘細胞にその遺伝すると。で、その複製機構っていうのも非常にバクテリアでよく保存されていて、環状ゲノム、バクテリア環状ゲノムなので、環状ゲノムで複製開始点が一つしかない。で、オリシーと呼ばれるような複製開始点に、DNA、A、ドナー A と呼ばれるような複製開始因子が結合して複製が始まるんですが、このドナー A という因子も、ほぼ全てのバクテリアが保存されています。で、ドナー A が、複製開始点に結合すると、その DNA の二本差を開いて、そうすると、レプリソームですね、プライマーゼとかポリメラーゼをリクルートできて複製が始まると。だからこのドナエっていうのが、二本差を開く、この活性っていうのが、マスターレギュレーターで、だからほとんどがドナエの制御にかかってきます。で、こういうことが分かっているので、シアノでも同じような制御だろうということで、ちょっとこれにミューテーションを入れて、複製開始がどうやって制御されているのかっていうのを調べました。で、ドナエは先ほど、活性で制御されていて、ATP が結合すると、活性化。ADP が結合しているものは不活性化っていうことは知られていたので、常に ATP が結合した、活性化型のドナー A をシアノバクテリアの中に導入してあげて、複製しているゲノムの数がどうなるかっていうのを検証してみました。で、そうすると、これは結合、複製開始点どれくらい結合してるかを見てるものですが、ワイルドタイプに比べて、その、常に活性型のドナーを入れると、複製開始点に、5倍以上結合してると。だからかなり活性型のドナーになっているということがわかります。この活性型のドナーを発現させてやって、複製するゲノムがどうなるか、っていうことを調べてやると、狙い通り、ワイルドタイプだと、一つ、のゲノムしか複製されてない。これ複製してるゲノムを見ていますが、一つしか複製してませんが、活性型のドナーを入れると、全部じゃない細胞が見ますが、ほとんどのゲノムがこうやって一斉に複製し出すと。こっちの絵の方がわかりやすいです。一斉に複製し出すということが、わかりました。で、このことから、複製開始がドナーによって制御されていて、やっぱりその複製するゲノムの数っていうのは、このドナーへの活性によって厳密に制御されていると。ちゃんと一個ずつ複製するように制御されているというふうなことが分かってきました。一個ずつ複製することが分かったので、だいたいなんとなく予想ができて、一個ずつ複製するから、ちょっと成長したら一個ずつ複製するみたいなことで、そういう複製のメカニズムだったらこういう性の相関性保つよねっていうのが分かります。じゃあ実際に、一つずつ複製するんですが、考えられる仮説、これを保つ考えられる仮説としては、染色体の数が増えるから、細胞が大きくなるのか。だから染色体の数が細胞のグロースですね。サイズを制御しているのか、もしくは、細胞が大きくなるから、大きくなった分だけゲノムを増やす。だから細胞の成長っていうのが上にあって、複製を制御していればそうなる。どちらかでこういう、性の相関性保てるよねっていう話で、この二つのどっちかを検証すればいいと。で、まずはじめに検証したのが上の、仮説を検証しました。で、ゲノムが増えるからっていうのは、先ほど用いたドナーの、ミュータントを使ってやればいい。一斉に増えるようになったんで、一つの細胞の中に、ゲノムはたくさんできるようになりました。で、ワイルドタイプに比べてですね。で、そうすると、生育が早くなったり、細胞が大きくなったりするのかっていうことを検証してやればいい。で、そういうことを検証すると、グロースレートはほぼ変わらない。生育が変わらないし、細胞のサイズもほとんど変わらない。で、細胞のサイズが変わらないのに、ゲノムの数が増えるから、その、一つのゲノムが占める細胞体積っていうのは、ワイルドタイプに比べてちっちゃくなる。ということがわかりました。なので、何が言いたいかというと、ゲノムの数を増やしても全然細胞大きくならないし、生育も早くならない。
ということで、1番目の、仮説は否定されて、ゲノムが増えるから細胞が大きくなってるわけじゃないと。じゃあ、やっぱり細胞が大きくなるから、それに合わせてゲノムを増やしてるんだろう、というふうなことが考えられます。まあ、それを検証し、次に検証しました。で、どうやって検証したかっていうと、まあ、体積を、成長を早くしたときですね。だから、どんどん細胞が大きくなったら、その分に合わせてゲノムは早く増やすのか。だから、ゲノム、複製してるゲノムの数は増えるのかっていうことを検証しました。で、シアノバクテリアは光合成するので、光の強度によって生育をこんだけコントロールすることができます。で、グロースレートがこれぐらい違うところで、複製しているゲノムの数がどうなるかっていうのを見てやると、ちゃんと相関していて、生育遅いときはほとんど、まあ、ゆっくり複製して、まあ、これが普通のグロースライトなんですが、そうすると、やっぱほとんど一つぐらいしか複製しない。で、かなり早く増えるようにしてやると、もう 2個とか3個一斉に複製するようになる。だから成長に合わせて、複製するゲノムの数っていうのをちゃんと制御しているということが、分かってきました。だから、こういう制御なので、どんだけその生育速度を変えてやっても、染色体1個あたりの体積っていうのは変わらないということがこの図で、例えば、3コピー持っている細胞は、どの生育条件でも、体積は同じぐらい。で、4コピー持っているここの細胞っていうのも、どの生育状態、条件でも、体積っていうのは一緒だ。だから、染色体一つが占める、体積っていうのは、ほとんど変わらない。変わらない。生育速度によって全然変わらない。いうことが、だから分かってきました。だからこういう性の相関性っていうのは保てるんですね、細胞は。ということが分かってきて、まあ、今のところをまとめると、最初に、細胞の成長っていうのがあって、細胞の成長が、ここはよく分かりませんが、土台の、量だったり、活性を制御してるっていうことが見えてきて、で、この活性を制御することによって、生育速度に合わせて、その、イニシエーションのフリークエンシーを変えて、複製するゲノムの数を変えて、そうすることで、どんな生育速度でも、この体積に対してはこのぐらいのゲノムの数っていうのを厳密に、制御していると。そうすることで、こうやって体積とゲノムの数っていう線の相関性が、保たれているということが分かってきました。で、ここからが、じゃあなんで倍数化するかっていうことを考えるんですが、こういうことが見えてきて、まあそもそも大腸菌とかっていうのはどういうルールでゲノムを増やし、体積と、ゲノムの複製っていうのはどういうルールになってるのかっていうことを調べてみると、これは本当につい最近分かってきたことで、まあこれ2016年に出たんですが、セルに出たんですが、ある一定の体積に達すると、染色体の複製を開始するということが、大腸菌で分かってきました。で、それは、どんなグロースレートでも、変わらずに、このぐらいの体積に行ったら複製が始まって、次にそれが倍ぐらいになったらまた複製を始めるというふうに、その体積に合わせてゲノムを増やすっていう、機構っていうのが、大腸菌で分かってきました。だから、なんか体積に合わせてゲノムの数を制御するっていうのはシアノバクテリアに似てそうだなっていうのはなんとなく見えます。で、まあ、あとは分裂ですね。そのバクテリアのグロースローって言われるんですが、まあ、こういう複製が成長に合わせてどう始まったり、分裂が成長に合わせてどうやって制御されてるのかっていう。で、メカニズムは今これバクテリアでもほとんどよく分かってないんですね。分かってないんですけど、現象としては見えていて、その分裂っていうのは、増えた分だけ、増えた分だけというか、増える、体積が決まっていて、こんだけ増えたら分裂しますよっていうのが決まってる。だから、バクテリアの細胞っていうのは同じような、大きさにちゃんと保てますよっていうことが、徐々に分かってきました。まあ、これ2014年に初めに出て、結構、他のバクテリアでもいる。それが証明されて、まあ、アッダーモデルと言われてますが、だから、これだけ増えたら分裂しますよっていうルールで、ちゃんと、細胞の大きさっていうのは保たれてるということ
ことが分かってきました。で、こういうバクテリアの普遍的な、その細胞の成長に合わせた分裂だったり、複製だったりっていうのを考えてみて、まあ、複製は体積がここまでいったら複製が開始するし、分裂はここまで、これだけ成長したら分裂すると。だからなんか複製が始まるような域地みたいのがあって、こんだけ細胞が、成長したら複製が始まって、ここまで成長したら分裂するみたいな、域地がある。で、こういう域地みたいのを考えてやれば、まあ、シアノバクテリアはおそらく、一個一個こう複製するのが見えてきて、おそらくこう、ここまで行ったら複製して、こんだけ増えたら複製する。だから複製の域地が下がれば、多分倍数化するんだろうというふうに単純に考えられて、まあ、分裂の域地も上げてやればもちろん倍数化するんですが、単純に複製の域地だけ変えてやっても倍数化するだろう。だからメカニズムは今考えてるのはほとんど一緒で、大腸菌でもシアノバクテリアも、まあ多分普遍的なメカニズムが、その細胞の成長に合わせてゲノムを増やすっていう意味では、普遍的なメカニズムがあって、その域地が少し違うだけで、一倍体、大腸菌みたいになるか、シアノバクテリアみたいに倍数化するかみたいな違いが生まれてるんじゃないかというふうに今は考えています。で、こういう、メカニズムで、まあ、倍数化するんじゃないかと思ってる。じゃあ、なんで倍数化するかっていう、まあ、ちょっと、この複製機構から、この生物学的意義を少し考察しています。で、まあ、先ほど示したように、複製は一つしかしない。一つのゲノムからしない。っていうことが見えてきたんですが、転写は、すべてのゲノムから転写します。で、これは別の種のシアノバクテリアで、コピー数が少し多いんですが、それもやっぱり複製は、なんか一部しかしてないですが、これ転写、RNA ポリメラーズに GFP をつけてみていますが、ほとんどのゲノムが、に極材して転写してる。おそらく転写してるんだろうということはわかります。じゃあ、これは何がいいかっていうと、ちょっとこれはなんか見づらいですね。まあいいか。まあいい。ここを見てもらいたいんですけど、一倍体の場合は、とか、一斉に全部のゲノムを同時に複製する場合ですね。する場合は、ここに書いてある通り、ゲノムの変、ゲノム量ですね。ジーンプールは2倍になると、一気に1から2になるので、2倍になってしまうと。で、遺伝子の発現量っていうのはジーンプールに依存するので、まあ、遺伝子量が2倍になると、発現量もだいたい2倍ぐらいになると。だからこういう、複製したと領域は、2倍ぐらい発現変動が出てしまう。ということは、まあ、これはしょうがない。で、1倍体ではこういうことが起きると。しかし、こう、ステップワイズに複製する倍数体、シアノバクテリアの倍数体の場合は、ゲノムが2倍になる、ジーンプールが2倍になることないので、だから2倍以下の全然、遺伝子の発現量っていうのも、ジーンプールに依存して、その変動っていうのはすごい小さく抑えられる。というふうに考えられますので、まあ、ゲノムをいっぱい持つ意味っていうのは、一つはその細胞内の遺伝子発現量の変動を、その複製に応じて、た変動をすごく小さく保てる。というふうな、まあ、生物学的意義があるんだろうというふうなディスカッションで、まあ、この論文にはそういうふうに書いたんですけど、そういう細胞内を安定に保つような意義があるんじゃないかというふうに今は考えています。まあ、シアノバクテリアは結構環境変動が大きいところにいるので、で、光合成もしなきゃいけないし、まあ、そういう意味でも、リーズナブルかなというふうには思っています。じゃあ、二つ目の、話題で、まあ、ゲノム複製開始機構がなんか進化してるんじゃないかっていうのが見えてきたんで、ちょっとその話と倍数化の話を、考察したいと思います。で、さっき最後の質問、すごくいい質問で、まあ、分裂とか複製がどういうふうにカップルしてて、でこういう基調が変わることで、まあ、分裂も域地が変われば倍数化するし、この複製も域地が変われば、倍数化するって話を昔したと思うんですが、まあ、これどういうメカニズムでそうなってるかわかんないと。で、なんで複製の域地がこう下がってるかもわからない。ということで、その複製開始機構をもう少しちゃんと調べてみようということを、
してきました。で、見えてきたのは、クゼ開始機構がそもそも、シアノバクテリアの中で、進化の中で、なんか、その、多様化してるということが少し見えてきました。で、最初の話も出たんですが、複製の制御っていうのは複製開始段階でほとんどが制御されます。で、それはバクテリアも一緒だし、真核でも一緒です。で、この複製開始っていうのはかなり大事だっていうことがわかるのは、複製開始因子っていうのは、まあ大きく分けても2つしかないです。で、バクテリアタイプか、真核タイプしかない。今見つかってるの。バクテリアタイプは先ほど出てきたドナーエっていうのがもう本当にマスターで、ほぼすべての、バクテリアはこれで複製開始が説明できると。だからかなりドグマ化されてるわけですね。そのバクテリアの複製制御っていう。このドナーエに依存した複製っていうふうにドグマ化されてます。で、あとアーキアとか、真核生物はこの ORC、オークって言われるような複製開始因子で、メカニズムはほとんど一緒なんですが、この因子を使ってるの。だからこれらは進化的にかなり古い段階で、バクテリア多様化する前に獲得したというふうに考えられています。なので、まあ、こういう、複製の開始の進化って、まあ進化、全然見つかってないんですけど、もうドナーエしかないので、今見つかってるバクテリアタイプの複製開始機構。で、なんだっけ。まだこれは先ほど出したので、そんな説明してないんですが、まあドナーエはマスターレギュレーターで、ドナーエ遺伝子を持たないフリーリビングのバクテリアっていうのは、見つかっていませんでした。で、ドナーエは活性制御で、なので、まあ、ドナーエっていうのは、もちろん必須の遺伝子の一つです、バクテリアにとって。で、こういうドナーエ依存っていうのは、他のゲノムの構造とか見ても、よくわかって、これは例えば、GCSQ と言われるようなゲノムの構造なんですが、まあ、G たす C 分の、G マイナス C で表せされて、ゲノムが G に偏ってるか C に偏ってるかが、こうやって結構分かれるんですね。で、それは、今、なんでそうなるかっていうのは、まあ、今一番有力な説は、シングルストランド、岡崎フラグメントの方と、リーディングストランドですね。リーディングストランドの方と、ラギングストランドで、その変異バイアスが変わるというふうに言われていて、まあ、リーディングストランドの方は G に偏って、ラギングストランドの方は C に偏るというふうなことが言われています。まあ、今、この、シングルストランドだからなんかこう傾くみたいな、いうふうには言われてますね。で、そうすると、その複製開始点を境に、片っぽはリーディングストランドで、片っぽはラギングストランドになるので、G と C の偏りを、プロットしてやると、綺麗に複製開始点と複製の終結点ですね。終わるところで、この G の偏りっていうのが逆転します。一方は G に偏って、一方は C に偏るみたいな。プロットを綺麗に書けます。で、これは、ほとんどのバクテリアで、まあ、ほとんどとは言い過ぎかもしれないけど、多くのバクテリアはこういう綺麗な GCSQ が見えて、まあ、これは複製開始点がここに決まったから、こういうふうなスキューが書く。進化的にできたというふうに考えられます。もう一つは遺伝子の向きですね。遺伝子の向きっていうのは複製の方向と揃えられるっていうことがバクテリアで分かっていて、まあ、特に発現量の多い遺伝子なんかは複製と同じような向きになってます。で、それがなんでかっていうのはいろいろあるんですが、まあ、複製と、転写が衝突すると、結構毒性があったり、まあ、ミューテーションが入りやすかったりするので、そういう複製と転写の衝突を避けるために、こういうふうなゲノム構造に進化しただろう、というふうなことが言われています。で、この遺伝子の向きっていうのをちゃんと、プロットしてみると、複製の開始点と複製の終結点で、きれいに、シフトするというふうなことが、ゲノムの構造からわかります。で、こういう構造からも、バクテリアはもう完全にドナーエに依存した、複製、一つの複製開始点から始まる複製機構だろうというふうなことはドグマ化されてきたわけです。しかし、まあ、多くの共生菌には、まあ、ゲノムリダクションが進んでいることもあって、ドナー遺伝子が保存されてないことが、ゲノムがどんどん空いてきて分かってきました。で、シアノバクテリアの、共生、
共生しているようなシアノバクテリアを示しますが、これまだゲノムが全然残ってるんですね。こっちは3メガぐらい残ってるし、こっちは6メガぐらい、5.5 メガぐらい残ってるのにもかかわらず、で、ほとんどのゲノム残してるにもかかわらず、なぜかドナー遺伝子だけを失ってると。共生シアノバクテリアだけが。これはちょっと不思議だなとずっと思ってて、で、さらに、まあ、葉緑体とかミトコンドリアにも、ドナー遺伝子っていうのは保存されてません。もちろん真核のゲノムにはない。だから、オルガネラのゲノムってどうやって複製してるか、実は葉緑体っていうのはほとんど分かってない。だから、どっかの時点でバクテリア、シアノバクテリア共生して、葉緑体になるまで、どっかの段階で、そのドナー依存から非依存への、その複製開始機構の進化が起きたことが、このことが示唆されるんですが、まあ、いつ、どのように、進化したのか、どういう機構に進化したのかっていうのがほとんど分かっ、ていうか全く分かってませんでした。ので、ちょっとこれに着目して研究してきたっていうことを話します。あ、まだ、だからこういうことです。これはシアノバクテリアの系統で、ドナエ依存から、これは葉緑体の系統で、まあ、ドナエからオルガネタイプに進化してるんだけど、どこで起きたのか。で、さっき説明した、これ GCSQ とか、そのジーンスQですね。遺伝子の向きから複製開始点分かるんですが、シアノバクテリアの GCSQ とかジーンスQを見てみると、結構ぐちゃぐちゃなんですね。そこから複製開始点が予測できない種もいるというのも分かって、ゲノムの構造を見ると分かるので、じゃあそういうものはどこから複製してるのか、で、ドナー依存性がどうなってるのかっていうのを、検証しました。で、選んだのは先ほど使ったドナーに依存しているような種。で、これはまあ GCSQ 見ると大体ここから複製してるんだろうなっていうのはわかります。あとは、GCSQ がめちゃくちゃ、というかもう、なんかバイアスが全然ないような、どっから複製してるかわかんないよね。この2種を選んで、まずは複製、複製開始点とかドナーの依存性を検証したと。で、こっちは、それぞれの別々のシアノバクテリアなんですが、こうやって GCSQ が綺麗なシアノバクテリアもいるんですね、実際には。これは1コピーしか持たない海のシアノバクテリア。あと、ここは葉緑体を示しますが、葉緑体ゲノムはやっぱり GCSQ が揃ってなくて、複製開始点がわからない。この辺のシアノバクテリアもほとんど GCSQ からは複製開始点が予測できないものばかりで、結構、こういう予測できるのは珍しくて、予測できないシアノばっかなんですね。なので、そういうものはどっから複製して、どういう複製、機構をしてるのかっていうのを調べました。これは本当アニメーションにした方がいいんですけど、見づらいので、まあいいか。まずここから説明すると、さっき僕が示した、ドナーに依存してるのはここにいる系統ですね。で、これを実験的にドナー依存だと。で、複製開始点を証明しました。で、どうやったかっていうと、複製開始点決めるのは、ちょっと、これもレギュラーの話で、馴染みがない人もいるかもしれないんですが、BRDU っていうチミジンのアナログを、で、複製してると領域をラベルして、で、その、いっぱい複製してるとこだけを BRDU の抗体で免疫沈降して回収してくると。で、回収したものを、次世代シーケンサーで網羅的に回収して、解析して、最も複製開発性が高い。だから、一番複製している領域ですね。すなわち、複製開始点を、同定するという方法です。で、その方法で、同定すると、まあ、これはドナエ潰せなかった。ね、潰すと死んじゃう。必須な種で、ちゃんとドナエディペンデントだということを証明して、で、複製開始点も、この方法で見てみると、ちゃんとここに複製が一番、複製活性が高いところ、すなわち複製開始点がここだっていうことが分かって、まあ、これは、通常のバクテリアと同じように、こう、オリシータイプの複製開始点でドナエがくっついて、ここからしか始まらない。まあ、こう、一般的なバクテリアタイプだということが分かりました。じゃあ一方、さっき示した GCSQ から分からないようなやつは、ここの系統なんですが、どうなってるのかっていうふうに調べてみると、ピークがほとんど検出できなかったと。で、まあ、これ、再現性は取れて、まあ、実験ミスでは、なくて、一つの場合はちゃんとピークとして検出できるので、検出できないので、少なくとも複数あるんじゃないかっていうことは示唆されて、で、複数あったとしても3つぐらいこうピークは出るはずなんですが、それも出ないので、まあちょっとよくわかんないんですが、複数の
ある複製開始点が、まあ、なんか非同調的に複製してないと多分こういうふうな、結果にはならないだろうなっていうふうな結論はしました。ただ、もう本当にこの種においてはどこから複製してるかは未だに分かってません。で、この種は、ドナエを潰しても、全く表現型出ないで、必須で、ドナエ遺伝子がもうすでに必須ではなかったということも分かってきました。だから、シアノバクテリアの進化の時点でもうすでにドナエに依存したものと依存してないものが、出てきたと。で、これはバクテリアでは初なので、まあ、そこそこ、いい論文に、雑誌に載ったということで。で、まあ、で、あとここの辺の系統も一緒にこの論文ではやってるんですが、で、もう少し、増やして、ここの系統ですね。で、この系種は何がいいかっていうと、GCSQ からは複製開始点わかんないけど、遺伝子の向きからなんとなくこういうふうな V 字が、バイアスがあるように見えて、なんかここが複製開始点っぽいので、じゃあこういう種はどうなってるのかっていうのを調べました。でそうすると、この種はちょっとわかりづらいんですが、ワイルドタイプで、まあ、これちょっと先ほどと解析方法が違うんですが、ここが複製開始点だということが、このシーケンスの結果、まあ、分かったと。で、さらに、複製開始点1個なんで、まあ、じゃあこれドナエに依存、ここはドナエに依存したものだろうというふうに思って、ドナエ潰して、見たんですが、生育も変わらないし、複製開始点も変わらないので、複製開始点調べてみると、全然ワイルドタイプと変わらずに、ちゃんとここから始まって、ここで終わるみたいな、プロファイルを示しました。だからこれはドナエに依存しないけども、複製開始点が一つの、種であったというふうなことが、分かってきました。で、今までの結果をまとめると、まあ、依存性っていうのはシアノバクテリアの進化の中でも、すでにドナエ依存から非依存へ進化しているということが分かってきて、ここの辺は、GCSQ から見ると、おそらくドナエ依存だということが分かって、複製開始点一つ。なんだけど、もうこの辺の種はほとんどが GCSQ から複製開始点が分からなくて、で、ドナエは、もうすでにインディペンデントということが分かってきました。で、まあ、ドナエ依存、非依存の、なんか、ドナエ依存か非依存に進化していることが分かったので、じゃあ、ドナエの機能ってのはちょっとどうなってるのか少し調べてみると、これはドナエ依存の種ですね。まあ、複製開始点に特異的に結合するんですけど、機能としては、ドナエ非依存のドナエもちゃんと複製開始点を認識して結合することができます。まあ、これは、複製開始点にはこのドナエが結合するドナエボックスっていうのがあって、ちゃんとそこを認識することができる。まあ、機能はちゃんとあるんじゃないかっていうことが分かって、一応この種でコンプリもできます。ただ、実際にこの種の中での発現量を見てみると、ドナエ依存の種はこんだけ発現してますが、まあ、ドナエインディペンデントな種はもうほとんど発現してない。まあ、これは少しだけ発現してるんですけど、まあ、この種はもうほぼ発現してない。いうことが分かってきました。だから、機能を失ったわけじゃなくて、おそらくもう発現量低下していって、まあ、どんどん非依存になったんだろう。じゃあ、発現量がほとんど発現してないんで、でも持ってる。でも、進化的に見たら、多分発現しない遺伝子を失っていくはずなんで、フリーリビングとシアノで失っているやつがいてもいいなというふうにずっと思ってたんですけど、まあ、それをたまたま見つけました。で、系統的にどこかっていうと、ここに、位置して、この2種だったんですけど、もうドナエ遺伝子をそもそもゲノムから失ってると。で、この隣にも同じような系統にもうゲノムが、コンプリートゲノムが読まれたシアノがいて、そのシアノを調べてみても、これはフリーリビングなんですが、すでにドナエを失ってるようなシアノバクテリアは他にもいるというふうなことが分かってきました。で、こういう種はどういうものかっていうと、これがドナエに依存するずっと出てきてる種なんですが、それに比べてかなり細胞が大きくなってるということが分かって、で、ゲノムのコピー数も、まあ、大体
その計算すると30から50コピーぐらい、一つの細胞の中に持ってるということが分かってきました。じゃあ、こういうものは、複製回してどうなってるんだっていうことを調べてみると、まあ、結論から言うと分からなかったんですけど、まあ、結局一つだったらちゃんとこういうふうに、これは複製回してが一つのコントロールの種ですが、ちゃんとここから複製してるっていう、こう、そのゲノムのプロファイルが V 字になる。ここが複製回して一番高い。ただ、ドナーを持ってないこの2種に関しては、全然ピークが出てこなかったんで、まあ、やっぱり複製回して一つじゃないのか、ちょっとその辺も結論はできてないんですが、よくわからない。だから、今のところドナーに依存しないのはわかってるんですが、その機構ってのは、未知でわからない。今、ちょっと、本当はやりたいんですけど、ちょっと、あまり手が回ってなくてできてないんですが、まあ、そんな感じです。で、まあ、これが、今までの話のまとめで、複製に、ドナーを使うバクテリアタイプのものが、だいたいこの辺に集まっていて、多分この辺の GCSQ から見てもドナー依存だということがわかる。だからバクテリアタイプなんだけど、もうこの辺のシアノバクテリアはおそらくほとんどがドナーの依存、非依存に進化していて、ドナーに依存しない複製開始機構で、複製していると。で、中には、こうやってドナーをすでに失ったフリーリビングのシアノバクテリアも出てきたと。で、シアノバクテリア系統の中で、ここで示すのは共生しているようなシアノバクテリアですが、共生シアノバクテリア、今見つかってる、共生しているシアノバクテリアは、すべてドナー遺伝子を失っています。だから、やっぱりなんか、ドナーっていうのは、共生にとって、あんまりメリットがないのか、早く失った方がいいようには見えるんですが、その意義っていうのはよくわからない。ただ、なんか、ドナーを失ったものは、コピー数増えてるし、ドナー持ってるけど、依存してない、このような種も、倍数性が増えてるっていうことも分かってきて、もしかすると、まあ、そういう複製開始機構の進化で、そういう行き地みたいのが下がって、その辺のコントロールが外れて、まあ、倍数化が、なんか、促進されたらというか、かなというふうには、ちょっと今考えてるんですが、その辺の、検証実験もまだできてます。まあ、これがまとめですね。だからやっぱりそのプロイディレベルが上がるっていうのは細胞サイズももちろんそれに相関して大きくなってました。で、実際にドナーを持たないようなシアノバクテリアはかなり細胞のサイズも大きくなってるし、プロイディレベルも上がってる。で、シアノバクテリアの進化の中でその複製開始機構っていうのはバクテリア型から、まあ、昨日、今不明ですが、ドナー非依存の機構に進化していて、もしかすると、この機構ってのは、共生細菌とか、もう、葉緑体まで保存されてるかはわかりませんが、まあ、共生細菌にも保存されたような複製開始機構なのかな、というふうに今考えてます。まあ、これがわかったら結構、この辺の複製開始機構ってゲノムを維持することは、まあ、生物にとって非常に重要なので、まあ、こう、そういう進化が、明らかにできればいいな、というふうに思ってます。一応話はここまでなんですが。ありがとうございます。はい。はい。では、大林さん、今日はご発表ありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは、これで YouTube の方終わっていきたいと思います。次回はですね、3月26日に、千葉県がんセンターの、末永祐介さんにご講演いただきます。遺伝子の誕生やあと発生進化について、人の神経系腫瘍、がんのを対象としたお話をしていただきます。まあ、今回のとまた、ガラッと内容が変わっていくんですけれども、まあ、それが進化の分野の広さなのかなというふうに思ってますので、ぜひ来月もお越しください。最後に、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それと、Twitter、LINE、インスタ、TikTok のフォローと拡散をよろしくお願いします。あと、安定した運営のためにもサポートをいただけると大変助かります。詳しくはホームページご覧いただくか、直接お問い合わせください。実際にサポートいただいたりして、本当に助かってます。感謝しています。これからも、できるだけ続けていきたいと思いますので、また来月もよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。
ありがとうございました。